どうもデッシーです。お世話になっております。メタルマックス続きをプレイしてまいります。前回全滅しました。でまず死体ですね。死体を取りに行きたいと思います。死体を取りに行く動画、死体を取りに行くところから始まるというね。それであれ、ハンターオフィスはどこだ。こっちか、ここが。で賞金もらおう。ムカデロン3万2000か。 OK、これでもらいまして、あら、ここじゃねえか、人間装備は。そしたら湯気の町か。いやでもあそこまで歩いていけねえぞっていう。じゃあちょっと戦車先に借りましょう。いやー、レンタルタンク絶対使わんって何回言ったことか。強い装甲車、素敵な戦車でしょ、弟子。おお、いや大丈夫っす。あのワルーゲリョが乗ってたやつじゃないですか、装甲車って。こんなんなん、強さ見てみます。1425疲れると。サンダーストーム LIP ナッツ、手法ないじゃん。手法どういうことよ。ちょ、手法ない、手法がない、手法ない。ダメダメ、手法ないのダメっすわ。ちょっと返す返す返す。5号、そしたら5号はどうよ。5号パンサーだからね、さすがにね、あるでしょう。弟子オッケー、大丈夫っす。まああんまりね戦わないと思うんですが、120、お、いいじゃない。トマト台風、まあ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 行きましょう。まああくまで箱ですから、箱で。ドックシステムとかは持ってないのか。じゃあまあ借りるのが先か、人間装備が先かっていうことでしたが、結局転送装置イルミグラ、あれ湯気の町は乗ってないのか。じゃあ最強装備ではない可能性はありますけれども、まあ頑張りますかね。これぞメタルマックスのね、一番厳しいところですよ、ファミコンね。ソニックハンドバルカンまでしかないのか。あれ、そんなに強くねえぞこれ。ちょっと待って、やばくねえすか。装備だって革、火ボタン、あれ防弾チョッキありましたよね。アメフトヘルム、防弾チョッキ売ってましたもんね。あのイーデン、そうっすよね、イーデンで防弾チョッキ買ったんだから、あるはずよ。ちょ、もう一回。あの表札がなかっただけかな。おー、ほっと、ここか。あ、ここですね、この人ですよ確か。よしよしよし、先に売りましょう。革の手袋で買います。超音波砲買う。メタリックスーツ
テッシーにはこれは使えない。なんでなんでなん。メタリックスーツはソルジャーってことか。防弾チョッキ買って、そしたらちょっと、もうバリアシールと火ボタンのサージは売るわ、もう。売っちゃって、超音波買って、どうしよう。これでもソルジャーに及ばないぐらいですもんね。火炎銃撃って要は今回の目的は死体をね本当に持ってくること。これやばいな。ちょっと一旦もう一回行きましょう。イルミグラで済んではないですけど、普通にレベル上がれば全然余裕なんで、現時点では積んでるよね。行けなかったら、もし行けなかったらですよ。あの地下、地下のあそこまで行かなくちゃいけないんですよ。どうにかして。アメフトヘルム取ってちょっとずつでも上げていかないとね。そしたらメット OK。 これでちょっとはマシになったはず。しょうもねえのしか持ってねえなこいつマジで。エナジーカプセルはあそこしか売ってないっすもんね。くそ、ここで借りりゃいいのか。とりあえずまずもう一台貸してや。4号、まあ4号でええわ。大丈夫っす。これ4号装甲車。4号はどんな強さなん？あれ？いいのか。4号もそこそこ強い。4号の方が強くね？5号より。25ミリ機関砲だってよ。よし。まあまあまあ行きましょう。湯気の町を、湯気の町。湯気ちゃん。で、ちょっと人間装備を整えて、っていう感じでね、ミサイルボート。なんぼのもんじゃ、こっちは壊れてもいいんじゃ、ボケっていうね。装甲車いいね。本当に装甲みたいな感じ。あったあったあった。いまだに厳しい曲。もう大丈夫なんもう大丈夫なんよっていう。よしよしよし。人間用のなんかあります？消防服があるね。シールドマントっていうのがある。ああいいのか。びっくりした。ごめんって。ちょっともうちょっと強いのあったかなと思って。大丈夫です。迷彩服で全然強っ。いかに今まで弱かったかっていうのが分かりますねこれ。ちゃんと今までしっかりしてればなっていう。ただまあその分ね、戦車の方が強くなってますから。で、テッシー火炎瓶
あ、まあまあ行ってみますか。ちょっとエナジーカプセル1個だけ持っていこうかな。うおうお、まだ爆発すんかい。あのトレーダーのキャンプでエナジーカプセル買っていってなんとかできればと思います。まあ、死体持ってきてマリリン運んでくればいいんでしょっていう、要はこのねシュールな絵ですよ、一人になってるっていうね。ういっす。で売ると、消火器とかもういらんわ。マンモスの花火、マンモスの花火じゃねえ、マンモスの牙、これも預けてきちゃってよかったかな。火炎瓶もいらない。マヒノンはちょっと取っとこうかな一応。でエナジーエナジーエナジー、2個3個4個5個 OK 行こう。でなんでしたっけ、あそこイーデンに行けばイーデン。ちょっと今のは何でもないっすね。ここら辺でしたよね、こっからか。今2台借りてるんで結構レンタル料金取られてるんですよね。倒してもそんなにお金がもらえないというね。ここの上も気になりますよね。ソルの町があるって言っていたんで、毒芋キャノンが全然弱い。どうした急に。そういったところなのかな。よーし、ちょっと戦車返しましょう。 5号返そう5号。勝手に回収しちゃうけど素晴らしい。よしよし、これでこれでいけばいいわけですね。東京タワー行きましょう。走行タイルゼロでいいよね。ゴールラント、うわっ、ちょっと、そっか、破損したら元に戻るって言ってたな。マジかこの野郎。そっか、破損でもしたら勝手に戻る言ってたな、そんなことを。そういえばやばい。言うて張りましたわ。ちょいちょい、走行タイルゼロダメっすね。ちゃんと張っていこう、ちゃんとやろう。とりあえず止まりまして、梅とか竹とか、どこが梅でどこが竹なん。ここ梅、竹はこっち、あ、梅はもうソファーにってことか。なるほどね。よし、すんません、ちょっと壊れちゃいまして、借りる、4号で行きましょう。タイル貼っとかないとやばいね。満タンサービスはどこ、隣か。厳しいね。あ、違うか。
こっちでしたか。そう答える。よし、大丈夫っす。じゃあ行きましょう。ふう、これもう生き返らせるためだけのね状態になっちゃってますから、まだ生き返らせられないっていうね。まあ生き返すというより死体をね取ってこないといけないわけですよ。本当にもう、まあ嫌な予感っていうかね、嫌な記憶があるって言ったんですけれどもね、あの地下見てこういうことだったんですよね。東京タワー行けないですもんね。3人で来た時が懐かしかったなーみたいなね。多分死体本当に、あの中、東京タワーの中にあって話しかけて、なんか死体を仲間にしたっていう状態になって、それでそう、それで最初のリオラドの町に戻って生き返らせてあげる、そんな感じだ、そんなんなんですよね。そういうところはレトロっぽいんですよね、未だにファミコンならではというか。多分次回作からはその博士の研究所の、生き返らせる博士の研究所の近くに死体墓場みたいのがあって、そこで、まあ、全員死んでる状態ですぐ生き返らせることはできる、そんな状態だったと思うんですね。違う、まあどっちでもいいわ。なのでこんなに苦労はしないと。一発で倒せるかね。倒せるね、倒そう。3、マジか。うい、パン、おいと。経験値は稼げるから、これ3-3ですわ。3、うわ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 、気づいてないなら逃げる。なんでなん、なんで気づいてなくてそうなる。どういうことよ、厳しすぎるだろ。くっそー、めんどくせーわー。もうね、もちろんノーカットでやってますんでね。仲間がいないとこんなに長いんですよね。敵はね、決して強くはないんですけれどもね。東京タワー、ここはまだ東京タワーじゃねえか。この地下長かったっすもんね。シュッと東京タワー行けないっすかね。転送装置には東京タワーなかったですもんね。これダンス弾なくなるぞ、下手すると。あとなんか敵出てましたっけ、ここ。監視カメラか。まあ、こいつは25ミリ機関砲で、いけるべ。おー、強い。いいね。お金はもうもらえないと。いいね。1ゴールドとかだったからね。これ、どうなの ?25 ミリ機関砲で。あ、倒せるね。でも下手すると増えますね、今の感じだと。ああ、いけるね。
よかったよかった、じゃあ行けるわ。うわほらほらほら、こんな感じ、うん、こんな感じまあでももう行ける。最初の2回は運が良かったですね。ウィー、逃げていった。うほほほ、ゴーツ。私はね楽しいからいいんですよね、こういう一人旅もね。こうやってレンタルタンクで、まあ、なんか残りの段数とか気にしないで倒すっていうか、自分の戦車じゃなくてもうすぐ返せば段数元に戻るからねとか、まあ、もちろんねレンタル代金払ってるんでもらえるお金は半分ですよね多分なんですが、経験値は手に入るんでね、これで経験値が半分って言ってたらね、うんって思いますけどね。うわいいね。うぃー、機関砲だとどうなるんだろう。かわした、25mm 機関砲でいいね。効かなかったらちょっとなんか機関みたいな感じで言おうかなとは思ってたんですけれどもね、まあ冗談はさておき、もうちょっとかな。ちょっとこいつらはもうええわ。お、逃げていった、全員逃げていってくれ。じゃあ2人だったら倒そう。よし、オッケー、先手。いや30分かけて東京タワーの前までぐらいですかね、おそらくは。お、ここはエンカウントなしか、ありがたい。ようやくよ、30分かかんなかったか。お、歌うパラボラ、ミサイルボート。何歌うパラボラって。パニック音波、そういうこと。強いし、エネルギーを充填している。うぃー、ミサイルボートはガンガン攻撃してきて、歌うパラボナ衝撃波。うわやばい、破損す、マジか。ちょっとマジでマジでやばい。おお、ダメージ受けない、強い、硬くなってる、強い、いいね、よかった。でここに戦車あるからね。でまあ地下よ、地下、問題は地下よ。3階まで行って地下ですね。あの木箱が気になりますよね、多分あれが手に入るんだと思いますが、これ右から行った方がいいのか、もしかすると。そうするとうわうわうわ言っちゃいましたけど、実際どうなのよ、お前実際どうなのよ。ちょっと強くしたけど、うわー、全然ちょっと待った、待って、うわー、もうふー、おお、これまたなんと生きのいい実験材料じゃ。これならきっと成功するぞ。心配かけやがって、この親不孝者め、なんかどっかで見たことありますねこれ。
ていう感じですね。うん、これがメダルマックスです。もう何度でも行きますわ。そしたらね、こんな感じなんですよね、全滅するとね。はい、で東京タワー、リオラドじゃない、東京タワーもう次回はね、ちょっとさすがにカットしますわ。なんか基本カットしないって言ってるんですけれども、借りて東京タワーで、でこんな感じで死体を回収しますよっていうところから、あの動画スタートさせたいと思います。かあ、お金やっぱ半分ならないですね。それは良かったので、動画の移動よろしくお願いいたします。全く一緒ですね。借りて、まあ装備とかね、道具使ってなかったんで、そこは全部カットとか省くことをできてるんで、で満タンにして、またあの地下鉄か、長いんすよねよし頑張るか、頑張りますわ。はい、では、次回はですね、東京タワーの地下からお送りいたします。テッシーでした。失礼いたします。